お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、今土曜日の営業がほぼ終了しそうかなといったようなところでございます。はい、渡辺さんはまだね、仕事をしておりますが、今日はちょっと3人でねお送りしたいなというふうに思っております。で、今日はですね、先日の動画に、コメントをいただきまして、ちょっとリクエストをいただいたので、まあ、そちらの方にお答えしていこうかなというふうに思っております。はい、そのいただいた、まあ、コメントがですね、こんなコメントになっております。お疲れ様です。勝手なリクエスト、代表様にぜひともお聞きしたいことがあります。美容師は技術と才能、実力社会だと思います。練習努力が不可欠、才能がある才能がない、諦める諦めない、代表様の才能に対する考え方ご教授願いますということで、ちょっとリクエストいただきました。はい、はい、まあこのリクエストの一つのキーワードはこの才能というところに対する、まあ解釈、といったところになるのかなというふうに思っておりまして、で、まあ辞書的に言いますとね、この才能という言葉を辞書的に引きますと、物事を巧みに成し得る生まれつきの能力というふうに書いてございます。うん、まあ何でしょうね、この物事を巧みに成し得る生まれつきの能力って言われちゃうと、うん、まあ例えば、まあ僕らで言えばベートーベンだとか、うん、ショパンだとか、ダヴィンチだとか、まあ、分かりませんけどね、うん、まあ、そういうなんか歴史上の偉人みたいなことを出されちゃうとね、まあその人たちにはもしかしたらそういう才能があったのかどうか分からないけれども、まあ少なくとも僕の周り、例えば僕がよく話をする師匠なんかも含めてですね、僕の周りで、また美容ということで言えばですね、僕が知ってる範囲の中で、まあもう僕の師匠はもちろん、あとは名だたる、業界誌や一般誌にも登場するような美容師さんであるとか、業界でいうところのもう大御所の先生という方たちであるとか、まあ何人かは僕も実際にお会いしたこともある方たちもいるわけですけれども、まあ、正直言いまして、僕が今まで接してきた人間たちの中でですね、あ、これはもう生まれつき特殊能力を持ってるんだなっていう人にはですね、まあ、正直言って出会ったことがないというたことが、まあ、僕の経験値から言えばですよ、うんうん、もちろん例えば適性というのはもしかしたらあるかもしれないとは思うんですよ。例えばですよ、まああんま詳しいわけじゃないですけど、競馬の騎手ってなるだけ体重が軽い人の方がいいって、まあ、言われたりするわけですよね、うん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 、でもし例えば身長180センチ以上の恵まれた体型で生まれてしまった方がですよ、競馬の騎手になりたいと思ったら、それはある意味で言うと不利なわけですよね。そうですね、ね、もう背が割と低くて線が細くて割と小柄な人の方が有利みたいなところがあったりするわけですよね、うん、まあこういう意味での適性みたいなことはね、うん、まあ、もしかしたらやっぱりあるかもしれません。まず一つはね、はい、うんうん、ただまあ美容師ということでに関して言えばですよ、僕は自分自身も決して才能があるとはもちろん思ってませんし、センスがいいとも思ってません、人より何か特別に長けてるところがあるというふうには僕自身は自己採点では思っていません、はい、なので僕はよく美容師はある意味誰でもできる仕事だと思いますって僕よく言ってます。もちろん誰でもできるとは言っても、そこにはね、やる気がある、この仕事が好きだっていうもちろん条件はありますよ、うん、ただそんなね、特別生まれ持ってなんか自分にしかない能力がなければできない仕事だとか、なんか人よりも頭飛び抜けて何か長所がなければできないみたいな、そんなことではないと、まあ、僕は思っています、うん、で、僕の知っている美容師さんたちに限って言えばですね、みんな、一生懸命トレーニングをしてですね、自分のいろんなことをこう自問自答しながらですね、いろんな経験を重ねて、腕を上げて名を馳せている人たちが多いように思います、もっと言うとですね、
まあ例えば器用不器用なんてこともよく言いますよね、うん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 、まあそこで言うとね、手先が器用ってことで言うと僕は多分比較的器用な方だと思います。うん、スポーツでも、この仕事でも、まあなんかこう手先を使うことに関して言えばですね、まあ明らかに用意どんで始めた時は人よりも、なんとなくできるのは早いです。はい、うん、まあこれは別に自慢でも何でもなく、うん、そういうもんです。はい、なので器用不器用はあります。ただこの美容師という仕事をする上で器用が必ずしも有利かというとそんなことはありません。うん、まあ僕自身自分の人生の一つのこう欠点として、まあ、器用貧乏ということがありますね。器用なんですね。何度も言うとちょっと嫌味に聞こえるかな。まあまあでも例えばじゃあ3人同時に習いましょうって言ったら間違いなく僕が一番最初にそれとなくできるようになります。うん、人が10苦労しないとできないところが大体1か2でできます。うん、はい、そうするとですね、スタートダッシュはいいんですよ。スタートダッシュは俺やっぱすごいなみたいな、うん、俺天才かなみたいなね。うん、天狗だ。まあまあでもそうなんです、うん、ところがですね、やっぱりこのプロの仕事というレベルになればですね、手先が器用なぐらいでできるような仕事はありません。うん、やっぱりそのさらにその上の鍛錬を重ねなければ身につかないような技術ですね。うん、ところがですね、生地器用なもんだからちょっとやればそこそこできるんですよ。うん、でそこそこできてるのにそれ以上行こうとすると今度しんどい思いしなきゃいけなくて、うん、なんかだんだん嫌になってくるんですね。うん、だからもうなんかそうなるともういいややめようって思っちゃうんです。まあ、そういう性格になりがちな背景があるんです、この若干器用だというところにはね。うんうん、だから振り返ればこの仕事以外に関して言えば何でも手を出したものはそれなりにできますけど、うん、そこそこでみんな終わっちゃうんですよね。うん、ところがもともと不器用な人っていうのはもともと不器用だからね、ある程度もう何かやろうと思ったら練習して勉強しないとできないっていうのがその人のスタンダードですから、意外とねこう努力するってことに対する免疫が強いんですよね。うん、うん、だからこの業界でもこう結構名が売れてるような人たち聞くとですね、僕不器用っていう人結構多いです。うん、すごく多いです。むしろ器用な人の方が挫折しやすいみたいなところはあります。うん、うん、なのでこの生まれつき器用ってのも別に才能にはならないですね。うん、うん、っていう感じだと思うんですよ。うん、うん、でいろいろ考えたんですけどね、だから僕はあんまり生まれつきの才能って何なんだろうなっていう感じもしてるし、あとよくこの仕事してると言われるのがセンスがいいですよね。センスがあるとかセンスがいいとか、佐藤さんはセンスがあるからできるんですよとか言われますけど、まあこのセンスっていうのもですね、このセンスというのを辞書的に、まあ読み上げますと、はい、物事の感じや味わいを微妙な点まで悟る働き感覚、またそれが具体的に表現されたものっていうような、文言があるんですよ。まあ簡単に言うとですね、やっぱり感じる力ですよね。うん、感性、センスっていうのは、うんうん、センスっていうのは感性、つまり感じる力です。うん、でしかも感性というふうに言うんであれば、なんていうんですかね、自分のやっぱり性格とか人との関わり方とか人へのこうものの見方とかね、そういったことが感じ方には多分にして影響が出ますからね。感性、センスっていうのも結局生まれつき云々っていうよりもやっぱり後天的なものなような気がするんですよね。いろんな体験をして、いろんな経験をして、いろんなものを見て、そうやって自分の中でいろんなものがこう溜まってきて初めて働くものではないかなというふうに思うわけですね。うんうんうん、例えばなっちゃんが今まで生きてきて、あ、綺麗だなって思ったこと、ね、例えば空を見て綺麗だなと思った、夕日を見て綺麗だなと思った、うん、何かこう手にしたアイテムみたいなもので綺麗だなって思うものがあった、はい、とにかく綺麗だなって思ったことが、何度まずあるか、
で例えばじゃあなっちゃんに、なっちゃんこれから綺麗だなって思う、絵を描いてくださいって言ったら、はい、やっぱりそういった自分がね体験してきた綺麗だなの中からアイデアを出すわけですよね。綺麗だなって思ったことがない人に綺麗だなってものはやっぱ描けないわけですから、うんうん、やっぱりそういうふうに自分が綺麗だな、かっこいいな、素敵だな、もちろん嫌だな、怖いな、いろんな感性を働かせる、いろんな感じ方を働かせる経験をしている人ほどいろんな感性を当然自分の中に持ってるんじゃないかなというふうに思うわけです、うん、だからそうするとセンスがいいねっていうのも、まあ、あながち別に能力というよりは、うん、これはやっぱりいろんな体験を通して自分の中で養っていくものだと思うんです、うんうん、でただまあ一つ言うと才能ってね、うん、才能とかセンスってまあなんとなくみんなその持って生まれたものというか、もともと養ってその自分の中に養われているものみたいに思いがちなところがある人も多いと思うんですけど、うん、はい、まあ結果的にはですねこれね評価言葉なんですよ。ね、例えば自分がセンスがいいねって言われる時ってどんな時ですか。まあ褒められてる時ですよね、うん、つまり例えばコンテストで優勝しました、うん、ね、佐藤さんは優勝するぐらいだからやっぱりセンスがあるんですね、才能があるんですね、うん、ね、何かを成し得た時に人はその成し得た結果に対して才能っていう言葉を出してくるわけですね、うん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 、まあ、当然ながら、全然何も結果が出せてない人を捕まえてね、うん、でも君には才能があるってなかなか言われることはないわけです。確かにそうですね、うん、だから才能っていうのはねあくまでも評価なんですね。人が、うん、人が例えば僕に対してかける言葉であって、うん、僕が自分で言うことでもないし僕の中にもともとあるものでもない、うんうんうん、ものだと思うんですよ、うんうん、才能っていうのはね。だから僕の才能の定義っていうことで言えばですね、うん、まあそういうことになろうかなというふうに思ってるんです、うん、だから才能なんて能力じゃないんですよ、これは評価なんです、うんうん、まあ、強いて言えば才能があると思われるっていうぐらいの、まあ、何か自分が結果なり行動なりが起こせてるかどうかってぐらいなもんで、うん、だから言われてる本人はねなんか全然ピンとこないんですよね、うん、例えば才能ありますね、センスいいですねとか言われても、うんうん、なんだかよくわかんないなみたいな、何を褒められてるのかがちょっとよくわからない、まあ、少なくともそのなんか結果に対して素晴らしいねって言われてるんだなぐらいには思うけど、うんうん、っていうふうに僕は感じてるんですよ、うん、いや奥深い、うん、だからよくこの仕事をしてるとね、うん、自分にはセンスがない、自分には才能がない、もう自信がない、もう美容師諦めようとかっていう人いますけどね、うんうんうん、全然そんなのな何を持ってそれをこう言ってるのかな、うんうんうん、あのさっきも言いましたけど、ね、人が3回やってマスターしてるところを僕は10回やらなきゃマスターできない、僕はなんて覚えが悪いんだ、別にいいじゃないですか、覚えてしまったらその先は別に変わらないですよ。あ、確かにそうかもしれない、うん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 、で自分が3回で覚えられて10回で覚えてる人を見下すようなやつはね、うん、あの将来的には大したことにならんですよ、うん、そういう人間は、うんうん、そうですよね。だってその人は10回という積み重ねがあっての、うん、そうですそうです、ね、その出来事がある意味で言うとね、うん、やっぱり10回トレーニングしてできるようになった人には紛れもなく10回のトレーニング経験があるんですよ、うんうん、でもちろん器用だから3回でできる人にはね、うんうん、それなりのその器用という力があるんでしょうけど、うん、残念ながら経験は3回しかしてないんです、うんうんうん、やっぱり10回経験してる人はね10回経験してる中で見つけたことってたくさんあると思うんですよ、うんうん、だからあの覚えが早いから能力が高い、覚えが遅いから能力が低い、こんなことはないですね、うんうん、で特に我々における技術というのは、技術そのものが、なんていうんですかね、腕前ではないんですよ、うんうんね、技術が高い技術を持ってるからってイコール腕がいいってことじゃないんです、うん、僕らにとって技術っていうのはそのお客様に喜んでもらうためのツールの一つですからね、うんうん、あのそのツールを使っていかに相手に喜んでもらえたかが僕らにとっての結果ですからね、うん、どんなにいい技術を持っていてもどんなにいい道具を持っていてもね、それでお客さんを喜ばせることができてなければね、それはただ器用でね、技術が
ただやり方をたくさん覚えてるだけのやつってことで、うん、技を生かしきれてないやつですから、うん、ね。で技術っていうのは技と術、うん、術と書くわけですよ、うんうんうん、ね。だから技を身につけてそれによって相手を喜ばす術を持ってる人を技術を持ってる人って言うんです本来はね。うん、ただやり方を知っているやり方をマスターしているっていう段階ではね、うん、これは技は持ってるかもしれないけど、うん、あの技術までは言ってないんです、うん、これもだからまあちょっと細かいですけど技術とは何なのか技とは何なのか術とは何なのかっていう、まあ、ちょっと言葉のね、うん、解釈的なことですけど、だから僕にとっては技と術とで技術っていうのは別単語なんですよね、うんうん、どうしても会話的にはこれ一緒くたにしがちですけど、うんうん、技っていうのはもうトレーニングをして稽古をすればね、うん、まあそれなりに身につきますよ、うんうん、ね。でも術となるとね、僕らの仕事の場合はやっぱり相手が人間ですから、うん、こう相手の気持ちが分かったりとか、うん、相手の気持ちに寄り添えたりとか、うん、時には相手の気持ちをこっちに引っ張ったりとか、うん、とにかく人との人間関係の中で相手をねこうなんていうんですか、納得させられる、喜ばせられる、時には説得できる、うん、そういった力がなければせっかく覚えた技も術として使うことはできないわけですよね、うんうん、だから技だけいくら覚えたって僕らの業界では半人前ですよ、うんうん、で逆にいくら人柄が良くてその術的なところは、長けていてもね、残念ながら技がなければそれを具現化することができないですから、うん、やっぱりこれだけでも未熟者なんですね、うんうん、だから技と術、うん、まあ簡単に言えばまあ分かりやすく言えば技術と人間性、この両方持って初めて僕らにとっては力となるわけですよね、うんうん、でそういう力を持ってると人からは才能があるねセンスがあるねってまあ言われるわけですけど、うんうん、まあ当然ながらそれは僕らにとってはいろんなトレーニングと経験を積み重ねて手に入れてきたものですから決して生まれつき持ってる特殊能力ではないですし、うん、逆に言えばそれは皆さん誰でもできることですよね、うんうん、経験を積んでそこでいろんな思いをして、うんでそのいろんな思いをすることでだからセンスが養われていくわけですよね、うんうん、このプロセスっていうのはもう別に生きとし生ける人たちならみんなできることですから、うんうんうん、別に僕らだけにできることじゃない、誰にでもできますよ、そういう意味で僕はこの仕事は誰にでもできますよって言ってるわけです、うんうんうん、はい。そしてちょっとね推進的ですが、うんこのリクエストをくれた方がですねに僕が返信をしまして、あの近々動画で語りますって言ったらですね、またその、うん、それに対して返信をいただきました、うん実は、自分の弟が美容師の表の華やかさに憧れて、うん大学を中退して専門学校に入って卒業後、新人下積み期間で挫折をしました、うん引きこもりになった過去がありますと。でお忙しい中申し訳ないです、そういった背景があってこういったリクエストをねまたしてきてくださったのかなというふうに思ってるわけですけどね、うん、でまあちょっとここまで話した話の内容がどんなふうにこう捉えていただけるか分かりませんがですね、うん、まあここでね例えば今なっちゃんがいますけど、うんはい、まあなっちゃんはですねまあ1年間うちではないお店で経験を積んで、今うちのお店で働いてもらってるわけですが、はい、まあ、あのなっちゃんは実はその1年間の、体験中にですねまあいろいろなっちゃんなりにストレスというか、まあ辛い思いもまあいろいろありました、悩みもあった、はい、で結果的にはうちに入る前はですね一時はちょっとこの仕事もどうしようかなと悩んだ時期もありましたねあった、はいうん、ということなんです、うんうんでまあ、今はうちでねこうやって頑張って元気よく頑張ってもらってますけど、はい、でねここで僕が言いたいのは今日本に、美容師は50万人以上いるんですよ、うんうん、で美容室件数でいうともう20万件を超えてるわけですね、まあ、コンビニの 4.5 倍ぐらいあるって言われてるわけですよ、うんね、もうコンビニって今その日に行ったらすぐありますよね、うん、その4倍以上、この美容室はあるわけです。ちなみに理容室、床屋さんですね、まあ、うちのお店はもう理美容室なんですけど、うん、まあ今言った数は美容室、ね、そこに理容室も加えるとですね、理容室も確か十何万件ありますから、うん、もう途方もない数があるんですこの業界、うん、この仕事、うんうん、で
一般の方から見て表向きに見れば美容室と歌っているお店が要するに今もう20万件以上もうね日本中にあるわけですよ、うんうんうん、ところがですね我々業界人からするとですねこの美容室というのはお店によってそのスタイルも、お店の方針もね全く違うんですよ、うんうんうん、だから同じ表向きは美容室だけど、うん、もうまるでもう業種が違うんじゃないかぐらいスタイルが違うお店だってあったりするわけです、うんうん、でここではね僕はどのスタイルのお店がいいとか悪いっていうのは全くないんですよ、うん、でだからなっちゃんが以前働いていた時期がね、いいお店だった悪いお店だったってそういうことが言いたいわけじゃないんです。ただなっちゃんにはちょっと合わないところも多かった、うん、ね、はい、うん、ってことなんです。それは要するにまあ分かりやすく言えばね僕みたいにもう美容師としてとにかくいいスタイルが作りたいんだと、うん、ね、で腕を磨き続けたいんだと、まあ、こう思ってる人間がオーナーをやってるお店もあれば、うん、まあ、場合によってはオーナーさんは美容師じゃないなんていうお店だってあるわけですよ、うん、経営者は、ね、美容師じゃないんだけど、うん、ね、そういう人そういうお店は、まあ、例えば僕らなんかとは全然違うスタイルの方針でお店をやってたりするわけです、うんうんうん、でもちろん個人店もあれば、大きいチェーン店もある全国展開をしているようなお店もある、はい、うちみたいに、まあ、お店自体は小規模ですが、一応うちは法人になっていますから、うん、形態としては一応ねちゃんとこう会社として、運営をしている、さまざまな、お店の種類があるんです。うん、で、このリクエストをくれた方の弟さん、まあ、ちょっと細かい書状はね僕は分かりませんが、うん、まあ、せっかく夢見てこの、ね、この業界に入ったのに、まあ、今のところ途中で挫折をしてしまったと非常に残念です。でもなっちゃんだってもしかしたらそうなってたかもしれないわけですね、はい、うん、まあ、たまたまうちと縁があってうちに入って、うん、まあ、今は楽しくやっていると。はい、美容師を目指す方の中にはですね、まあ、入ったお店が自分には合わないという経験をしている方も多いと思います、うん、もちろん、うん、自分自身がまだ若いはずですから、物事の受け止め方や考え方が未熟で、せっかく思いを馳せて言ってくれてる先輩の言葉がもうただうるさいとしか思えない、まあ、こんな時期もきっとあると思います、うんうん、まあ、ただいずれにせよですねお店というのはですねとにかくいろんな種類があります。自分に合うスタイルのお店に入ればですね、たちまち楽しくなることもあります、はい、合わないところに行けばですねたちまちこんな仕事やってられないと思ってしまうこともあるかもしれません。あなたがもし本当にこの仕事が好きなら美容という仕事が好きならどうぞ諦めずに別のお店を探してください。怖いかもしれませんね、一度そういう体験をすると怖い気持ちはあるかもしれませんが人間は一人一人みんな性格が違いますから、そのお店には合わない人がいたかもしれない、そのお店の方針は合わなかったかもしれない、うん、でも他のお店が合わないとは全く決まってないわけです、うん、他のお店にはあなたに合う、まあ、僕の言葉で言えば憧れられるような人がいるかもしれないんです、うん、その可能性はね誰にもわからないんです。ただ一つ言えるのはチャレンジしなければその答えはわからないんです。もし本当にこの仕事をやりたいならもし本当にこの仕事を好きならチャレンジってい こう勇気だけはねなくさないでほしいと、まあ僕はそういうふうに思います、うん、でこの仕事が身につくこの仕事をやっていくために必要なことはこの仕事が好きだということですね。この仕事をやりたいという気持ちです。やれるかやれないかじゃない、やりたいかやりたくないかなんです。ここが一番大きいんです。そして今コロナもあってですね、まあ、世の中全般的に何かをやらないという言い訳はいくらでも立つんですよ、うん、立ちやすいんです。自分がやらなくても済むような言い訳がいっぱいできるんです、うんうん、でもこんな時だからこそ本当に好きなら本当に好きな人は努力をします、うん、でちなみにこの努力という言葉もですね僕自身はこれも先ほどの才能と一緒で、評価言葉だと思ってます。つまり僕が努力をしているかどうか僕が決めるのではなくて僕以外の周りが決めることです、うん、で僕はただ単に好きで夢中になってやってるだけです、うん、だから、僕自身は自分が努力をしているっていう風な自己評価はあまりありません、
ただ単に自分が好きなことに夢中になってる、上手くなりたいから練習をするし、もっと良くなりたいからわからないことを調べるし、ただそれをやってるだけです。はい。だから別に自分自身はすごいことをやってるとも思ってないし、特別な力があるとも思ってません。ただ周りから見れば、簡単に言えば、よーもうそこまで夢中になってやれるもんだねと、とっても私には真似できないわと、うん、そうするとその人から見れば僕のやってることっていうのは努力に見えるんでしょう、うんうん、まあただ個人的には別に僕は自分自身が努力をしてるっていうふうにはあんまり自己採点としては思ってないわけですね、うんうん、まあだからこそ本当にやりたいなら、本当に好きなら自分がそのぐらいね、ゲームを好きな人がもう夜中中ゲームやって気づいたら朝になったね、僕の世代で言えばドラゴンクエストのレベル上げを夢中になってやってたら朝になったみたいなね、うん、それをやってる人を見てあなた努力家だねって普通思わないわけですよ。あ、そうですね、だって好きでやってるだけだもの、うん、だって、そうそうそう、ね、そうだよね、うん、でもあの僕からすればそれはねもう努力ですよ。だって僕今ねゲーム興味ないから、うん、ね、僕に朝まで今日テレビゲームやってていいよって言われたら地獄ですよ、うん、拷問です。うん、ね、確かに。逆にもう今日一日も夜中中ね人形の頭切ってなさいって言われたってまあまあ別にいいですよって、ぐらいです、うんうん、それが好きなことをやるっていうことの一つのメリットだと思います、うんうん、ただまたこれちょっと話がそれますがね、好きだからこそ悩む、うん、苦労するってことはもちろんあるんですよ、うんね、恋愛でもそうですよ。好きで付き合ったからこそ嫌なとこが見えてきて嫌いになるんですよ、うん、好きなものは嫌いになるっていう危険もあるわけですよ、うん、ここもよく分かっておかなきゃいけないですね。で恋愛だとありがちですね、付き合って1週間2週間3週間もしたらですね、伊藤さんが自分が好きで付き合ってくださいって言ってきたから、うん、いいよって言ってあげたのに、うん、ね、3週間ぐらいしたらなんか思ってた人と違うんだよね、うん、私なんかもう嫌になってきた、うん、ね、うん、こんなことよくあるわけです。恋愛だと、うん、ね、恋愛あるあるですよ、うん、もちろんこれは別に悪いって言ってるわけじゃないですよ、うん、ただ考えてみてくださいよ、ね、まあ、しかもこれに関しては仕事ですから、自分がやりたいって決めたわけじゃないですか、うんうん、でまあ、例えば自分がそこに行って働きたいって思ったわけじゃないですか、うんね、それが少々違ったぐらいでね、相手にケチをつける前に、うん、もっと自分がその環境でお役に立てるように自分から歩み寄ろうっていう努力もね、うん、それは必要ですよ、うんうん、じゃなかったら人間なんてね、一つの物事に対してそれはねすぐ飽きたりね、うん、心変わりしたりしちゃうんです、生き物として、うんうんうん、だから僕は自分がこの仕事をね好きで居続けられるように、うん、夢中でいられ続けるように、この仕事だけを単純にずっと見つめてるとね、やっぱり苦しくなったりする時もあるんです。だからこういう YouTube をやるっていうのも、まあ、ある意味で言うとその一つですね、うん、最終的には仕事に関係してくるけれども、うん、直接的ではないようなことでもね、どんどん取り組んでいろいろやっていくことで、うん、結果この仕事をずっと好きでいられるっていうね、うん、まあ、こんな風な工夫はね必要かとは思うんですよ、うんうん、バカ正直にそのことだけずっと見つめてたらね、うん、やっぱり人間なかなかその気持ちをキープし続けるっていうのはまあ難しいです、うん、最近僕はこれをね情熱の持久力って言ってるんです、うん、なるほど、はい、で情熱っていうのはどちらかというと瞬発力的なところなんですよ、うん、うわいいな、うわやりたいって、まあ、こういう気持ちですよ、うんうん、ね、まあ、もちろんこれをすごいまず大事なんです、入り口ですから、うん、まずはよしやってみよう、ね、うわやりたい、楽しそうだな、好きだなってこういう気持ちですよ、うんうんうん、この気持ちを持久させるってのがこれがやっぱりプロの世界に入ってくると非常に大事な力になってくるわけです、うんうん、まあ、そこはもう人間性格もありますからね、タイプは人それぞれでしょう。僕なんかはもともと飽き性ですし、さっきも言ったように器用貧乏ですぐなんかもういいやって思いがちですから、うん、ね、だからこの仕事を結果的にはずっと楽しくやっていけるように、うん、この仕事になんだかんだで関連しそうな中で写真だったり動画だったり、まあ、最近はちょっとね体のメンテナンスでエクササイズだったり、うん、いろんなことをね興味を持って調べてみたり取り組んでみたりって、そうやって自分の情熱が枯れないように、ね、情熱の薪をくべるみたいなね、うん、
そういうことは僕は自分の性格上いろいろやってるんです、じゃないとほっとくとすぐね消えちゃう。僕まあ見てわかるかもしれないけどパワーはあるんですよ、ね、燃費悪いんですよ。すぐガソリンが切れてしまうんでガス欠しちゃう、ね、すぐガス欠するんでね、だからガス欠しないように、そのやる気の情熱のガソリンをくべていかないとね、ガス欠しちゃうんですよ、だからそうやって自分が一度こう決めたことをね継続していけるように、まあ、そういう工夫もすごく大事だと思いますよ、はい、ね、伊藤さんはなんかそういうその自分の才能、いや才能、いや今話を聞いてて、まあ、簡単に才能って今まで言ってたけど、私も才能ないんでとか、あるないとか、どこでも寝れるのが私の才能ですとか言ってたけど、そんななんか生ちょろいことじゃないなっていうのを改めて今教えていただいたんで、ちょっと、これからなんか考え方を変えて、ちょっとこうじっくり考えながら日々を過ごしたいなって思いました、ね、なっちゃんはどう？はい、私もやっぱりセンスって元から持ってるものって思ってたんですけど、まあ、話を聞いてやっぱり続けるかどうかっていうのが大事だなって思ったし、私今絵を描くのが好きなんですけど、それもやっぱりうまくいかないなって思う時もあったりするので、やっぱりこう続けてみないとわからないから、これからちょっとずつまた頑張って、まあ、センスを磨けたらいいなって思います、ね、あのペースとか、やり方っていうのはまあそれぞれにあると思いますよ。だからこの方法がいいなんていう方法はなかなか一言では言えないと思いますよね、ただこの山の頂上まで行きたいなって思ったら、もう最終的にはやっぱり一歩一歩進んで上がっていくしかないんですよね、で途中で思った以上に険しい場面に出くわすこともあるでしょう、そういう時はやっぱり頬を緩めてね、ゆっくりゆっくり行かなきゃいけない時もあるでしょう。場合によっては大きく迂回しなきゃいけない時もあるかもしれない、まっすぐ直線上に行ける時もあるかもしれない、もうそれはね、出来事によっても変わるし、一人一人の能力によっても変わってくるし、その時の自分の性格やメンタル状態によっても変わります。それはね、それも含めてちょっとずつ自分で自分を理解していってね、やっていけばいいんじゃないかなと思うんですよ、で特に経験が浅い時ってね、まあなんだかんだ言って自分のことが一番わからないんですよ、自分がね、自分が自分のこと一番わからないから自信がなくなるんですね、自分を信じられないわけですから、ね、で自信がないから、自分がわからないから周りの言葉が必要以上にこう良くも悪くも刺さってくるんですよ、でも自信っていうのはね、根拠なんかいらないんですよ。自分が好きだなって思ったものは自分が好きだなって思ったんだから信じればいいんです、自分は今頑張ってるって思うなら、ひとまず自分が頑張ってるんだって自分で信じてあげればいいんです、その時周りにどんな言葉を投げられてもね、もちろん一つのアドバイスとして聞いておく分にはいいですけど、それを真に受けてそれが全てで、その言葉に自分がやられてしまうなんていうことはね、絶対あってはいけないです、そんなんだったら生意気なぐらいの態度を取ってる方がよっぽどいいです、ね、素直でいい子で物分かりがいいなんてのがね、時には自分を追い詰めることにもなっちゃうんですよ、でもね、まだまだ経験が浅くて未熟で、もちろん我々の仕事で言えばね、入ったばっかりでそもそも腕もまだない、技もない、術もない、ね、そんな時は自信を持つのは大変かもしれない、ね、でも自分がこの仕事をやりたいんだ、好きなんだって気持ちだけはね、誰にも何も言われることはないですから、その気持ちはね、自分が一番自分の気持ちを信じてあげてください、そこを疑ってしまったらもう誰にも何もしてあげられなくなってしまいます、で、世の中にね、嫌なやつなんていくらでもいます、アホもいます、バカもいます、ね、でもちろん厳しいけど愛情のある言葉をかけてくれる方もいます、それってでも分かるでしょ、こいつの言うてることはアホやなと、ね、そしたらね、そんなのもずっとやっときゃいいんです、はい、だから真に受けないんです、これも大事な能力です、これも鍛えていかなければいけない能力の一つです、ね、やっぱり
あの本当に自分の心に響いてくる言葉は大切に聞いてあげてください、うん、ね、アドバイスです。で時に厳しい言葉でもそれは聞かなきゃいけない言葉もあります、うん、だからそれが当然こういう何かをね身につけていこうという、特に世界のまあ当たり前の世界ですから、うん、ね、自分を疑ってはいけないです、うん、で自問自答してください、ね、何でも言いますが、この仕事が好きか嫌いか、やりたいかやりたくないのか、ね、諦めるか諦めないか決めるのは自分ですよ、うん、ね、人に諦めさせられるなんて絶対嫌でしょ、ね、うん、人にやらせられるのも嫌でしょ、ね、やるもやらないも人に決められるなんて嫌でしょ、うん、自分で決めてください、ね、そして今この業界はですね、まあ何て言うんですか、新人不足の時代ですよね、うん、あの新しい入店者、入社してくれる若い子をね、あの待ってるお店なんかねいっぱいありますよ、うんうん、だからどうぞこの仕事を本当にやりたかったらね探してください。必ずあなたに合うお店がね存在するはずです、うん、はい、なので、僕としてはですね、まあこの仕事に限って言えばですよ、特別な才能、いりませんいりませんありません、うん、センス生まれつきありません、はい、努力、うん、まあ、それは人が評価すること、才能があるかないか人が決めることです、うん、自分としてやるべきことはですね、本当に自分が夢中になって、トレーニングも含めてコツコツとね、自分が一生懸命夢中になってやることです。だから頑張らなきゃいけないとは思いますよ。でもね、努力なんて自分で考えることじゃないですよ、うん、それは人が決めることです、うん、だからもう頑張って夢中になってやる、これがねこの仕事をやっていく身につけていく最大の僕はコツだと思ってます。器用も不器用も関係ないです、ね、生まれつきの能力関係ないです、うん、もうあの自分が体験して経験していろんな思いをして、5年後10年後いい美容師になりたかったら今のうちにいっぱい泣いてください、いっぱい歯を食いしばってください。そういう体験が必ず5年後10年後お客様と接していく上であなたの魅力になるんですよ、うん、だから今は苦しいかもしれないし今は辛いこともあるかもしれないけど、それはねあなたの魅力を育む上で不可欠な出来事ではあるんです、うん、はい、そういう思いもどっかに持っててください。あとは自分の胸に手を当てて、ね、これ以上やったら自分が壊れてしまうと思う時はね胸を張ってそれを主張してください、うん、そのぐらいの気持ちでいてください、そして、もしこの動画を見てですね何かそういったお悩みがある方、どうぞ僕の顔を思い出してください、はい、僕でもできます、はい、僕でもこの仕事ができます。そして僕みたいな美容師が世の中にはまだまだたくさんいるはずですから、ぜひこの動画を見てね何か少しでも役に立った、ちょっとでも勇気が出たと思った方はですね探してください。います、こんなやつがいっぱい、美容師の世界には、はい、と思いますから、今日のお話がどのぐらい役に立つか分かりませんがですね、まあ僕の才能とかセンスとか、この仕事に関してのねお話をさせていただきました。ちょっと今日はだいぶ長くなりましたが、まあ本来ね非常に深いテーマですから、これは言葉の解釈も含めて人によって様々な意見があると思いますが、僕はそういうふうに思ってます。そして今こうやって現になっちゃんがですね、まあ一度はやめようかどうしようかと悩んだ子がこうやってまた美容師という仕事でお客様と楽しく触れ合ってる姿を見ると、ああよかったなと思います、はい、はい、もちろん僕のお店が合わないというタイプの人もいます、うん、僕のお店が合うというタイプの子もいます、うん、正解不正解ではなくね自分が輝ける場所をぜひ見つけて、このね素晴らしい美容という仕事、人の命に左右することはないかもしれないけど人の人生に大きく影響を与えることができるこの仕事をですねぜひ楽しんでいただければなというふうに思います、うん、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。